トーマスのキャラクター紹介。今回はローハムハット教です。ローハムハット教は第13シーズン、誕生日のいたずらに登場するハット教の弟。ハット教の双子の弟で、ブリ二つですが、ハット教とは違い、ヒゲを生やしています。性格は自由奔放でいたずらが大好き、子供たちに好かれています。また、兄のハット教には逆らえない性格のようです。ハット教夫人からはいたずらのやりすぎで呆れられていたり、母親はその性格に手を焼いているようです。トーマスとエドワードは初対面でハット教と勘違いをして、その性格の違いに驚いていました。また、信号士もハット教と間違えていて、いたずらをさせてしまっています。この動画の時点では第13シーズンにしか登場していません。珍しいキャラクターであるローハムハット教。また新しいシーズンでも活躍してほしいですね。